トークライブのね、裏でね、ハンス使ってたやつか。ハンス使ってた。臭いハンスじゃないだろうな。たまにやる。あーこのパターンの開け方あった？いや、ない。ティッシュ。ティッシュしかこの開け方しないからな。時間が空いてるから。うん。せっかくだからね。空いてないんだけど。全然空いてないんだけど。あの、書き留めしよう。書き留めしよう、書き留め。すげえ。イカスミみたいな。すごい侮辱だね。何に対する？フィレオフィッシュ。これのことお前フィレオフィッシュ。書こう。書いて。なんて書こう。なんて書く？いった。来年の抱負とかかね、やっぱ書くの。まあそうだな。それこそさ、うん、一番1年目の7日目ぐらいの動画は書き初めしてるから、ね。そうだね。その感じでいこう。確かに。あれは今年の目標だったよね。1月こいつが、うん、それでもいいんじゃない。今年の目標、今年が来年度の目標。来年の目標。じゃあ、カンタ。難しい。すごい強奪具合っていうかね。いや、もう手についてんだけど、そっち、いや、そっちやんのおかしくておかしい人じゃん。来年の目標は一文字で。一文字で。一文字じゃなくてもいい。いや、一文字だな、やっぱ。わかった。お。やっぱ。大丈夫。え？ああ、なるほどね。いやー、これでしょ。合ってる？違う。厳しいっていう字？適当に書いちゃった。合ってる。はい。あ、ちょっと待って。間違った、間違った。厳しいという字ですね。あの、じゃあ自分に厳しく。間違った、間違った。もう間違った。もう甘いけどね。間違った。もう甘いじゃん。マジで間違った。もう甘いじゃん。え、ガンダの。いや、ちょっと待って。一回、一回。一回。だってもうダメじゃん。二度書きじゃん。いや、無理だろ。ここのちゃっちゃは無理だろ。そうだよね。こうだもんね。いや、だからそう書けよじゃん。いや、いいかな。いいかなと思ったのね。今年甘いじゃん。もうまだ今年だから。もう甘いじゃん。今年だから、まだちょっとあんまり考えない。魚拓取れてんだよ。厳しい。厳しいね。やっぱりね。自分に厳しく生きていくってことね。うん、自分に厳しく、それとも周りにも厳しく。自分に厳しく。自分に厳しくなんだ。うん。ぽいね、やっぱ。いやいや、やっぱね。やっぱ周りにいる人はすごい人たちばっかになってるからさ。うん。もっと、負けんだろうねっていう気持ちはやっぱずっとあるよ。なるほどね。トミーがなんて書くのか。確かにな。うん？何それ？え？あ、じゃあ想像と違う。おお、肉って書くと思ってた俺。はいはいはい。これね、団結の団。団結の団、いいね。やっぱ周りやっぱ後輩もいるし、まあここもそうだし、まあ事務所の人もそうだし、うん、まあファンの方もそうだし、まあみんなで。まあ。2年前だったら絶対その字は書かなかったね、うん、そうなんだよ。俺らだけでやってたのに結構いろんな人が協力してくれるようになってやれることも増えてきてるから、ね、やっぱどっちかというとケツの方だったかもしれないね、昔は。結束の、うん、2年前は、うん、それが今ダンになったから、ね、結束のケツの方がいいな。なんで団結のケツの方っぽいな。ダンってなんか違くない、うん、多分違うと思うんだけど、俺それ踏まえて今すごいフォローしたんだけど。でもケツの方だ。結束力のケツじゃなくて、いやでも団になれたってことは多分2年目だから。いや、結束力なんで俺のフォロー台無しにすんの。結束力のケツ、俺のフォローで気づいちゃったよ。結束力のケツで、俺だって団って書いてきたの見たことない。結束力のケツっていうのはね、団結力のでも結束力、その時点で結束力じゃん。団結、そこに団入ってないし、もうロケット団ぐらいよ多分。いや違う、あらほんな団としてな。もう俺書いてる人多分初めてだよ。ダサ俺じゃん。お前間違ってるけど、マジ。いや、厳しく厳しくいく人間違ってるよ、もう文字。ゆるくいこうかな。ゆるいじゃん。なんでそこ間違う。字もだってそんなに丁寧に書いてる。うん、そんなでしょ。かすれて途中でズルとかしてるしな。まあそんな感じで、サブチャンネルでした。ありがとうございます。